そう。じゃあ、やりますか。295回。ザ・バラジュということでね。えー。どう過ごしてるのかな今を、国士が終わったり。まあ、もしくは受験が終わったり。で、4月からのね、進路が決まったもの。これから決まるもの。いろいろやと思う。で、今本当に特に決まってるやつこそ。どう、今の時間を使ってるかが大事だと俺は思うで。みんなな、やれって言われてやるのはめっちゃ簡単やね。受験があって。 試験があって。で、それに向けて合格してはめっちゃ簡単。言われた通りにするだけや。そやない。今、試験や受験を乗り越えた後、何をするか。試験や受験っていうのは決まっとる。そう、問題作るやつは決めんねん。んだからこういう問題出すからこれ解けるぐらいの力つけとけよって。だからそのためめっちゃ頑張るやん。それって頑張らされてるだけやねん。そやない。それが終わった後何を頑張るか。それが自分で頑張ることやねん。ウェブ玉では夢アニメでも言うとるな。 大学とか仕事っていうのは、ただの道具や。人生を面白くするための道具。道具でしかないから、どんな大学に行きましたどういう仕事をやってますそれどうでもええ。それどうでもええ。その大学行ったって、すごく優秀で人生面白ーって言うやつもおれば、お前の行った大学で今不幸になっとるやつとか、行ったってなんか大したおも,もおもろもなかった言うやつも絶対おる。その仕事してて幸せそうに、もりもり元気にやるやつもおれば、全然楽しくなさそうなやつとか、あとはこう、あの、全然結果出えへんとクビになりそうなやつとか、いろいろおるやろ。道具や。 大学も仕事も。どう使うか。それで全ての価値が出るんや。そうやろ大学受かりました。でも4年間不登校で行ってませんとか、風邪ひいて寝込んでました。意味ないやろ、そんな。ただの道具やで。どう使うか。仕事もそう。その仕事で何のためにするんか、お金を稼ぐためにやるんか。お金を稼ぐためなんやったら、相手を幸せせなあかんな。相手を喜ばす。そのお礼にお金をもらうんやから。こうやったらどうやって喜ばせれるか。その喜ばせ方が一人一人違うねん。お前の武器は何や。 笑顔でうまいこと相手を幸せにできるやつもおれば、笑顔が足りひんとかね、なかなか相手の前でそのぎこちなくしかできへんっていうんやったら別の武器にせなあかん。どう使うか。だからその違いがどう頑張るかに出んねん。それは頑張らされてる試験前、受験前じゃない。どうしてもな、試験とか受験がある場合は、それに合格せな始まらへんから、頑張らさせられんねん。玉先生もそうや。俺は理科の先生になるぞって、熊本大学の中学校理科を目指した。だけど、 一番その合格に必要だったのは社会の世界史の点数。あれがもうとにかくめちゃくちゃ悪くて。とんでもなく足引っ張りやった。その次が英語な。理科の先生なる俺がなんで社会と英語にめちゃくちゃ時間使われなあかんねん。社会と英語が死ぬほど勉強せなあかんねん。理科なのに。やけど合格するにはしゃあない。それをや,やってこいって言うてんねやから向こうが。せやからめっちゃやったわ。では、受験が終わってから好きな勉強ができた。だからもう理科だけになった。俺は受験の時科学を使ったから、科学以外の生物、地学、物理。 この部分の力が弱かった。だからそれやるぞとか言ってモリモリやったし。大学行っても、実を言うと玉先生はその、ソフトボールめちゃくちゃやってたんやけど、そのせいで、ソフトボールばっかりしかしてなかったせいで、ちょっとな、人と接する能力が、だいぶ低かったんや。で、特に子供に関しては、会話ができひんから。会話ができひんっていうか、もうパパラパーやん、あいつら。自由やし。だから特にな、難しいなと思って。で、そういう人間が先生になるって大変やなっていうことで、子供と触れ合うサークルくらい、に3つぐらい入った。うん。めっちゃ入った、ほんとに。 これでもかわいいぐらい。でもほんとめちゃくちゃ子供と触れ合って。で、家庭教師をして勉強の教え方とか、自分なりにいろいろ工夫して。で、他にも心理学とか、その、全然やらんでええような、他の学問もいっぱいやった。それは、学校の先生には最低これが必要やからこれやれよって言われる。それはまた教員採用試験っていうのがあるんよ。とかもしくは大学も、そのこれ、大学1にはこれ頑張らんと留年するよってだから最低限これやれよっていうのは言われる。だからそれはやるよ、もちろん。それはやりながら、でも、それ最低限やるだけやったらみんな誰だってするやん。 その誰だってやってる程度のことでできる夢なんやったら別にそれでええで。でも俺の夢はそんな夢はない。自分には足りひんもんがいっぱいある。叶えられてへん部分がいっぱいある。せやからその部分をめちゃくちゃ独学した。今のお前たちがどうしてるかや。頑張れと言われへんかったからぼーっとしてますって。それで叶う夢なんやったらそれでええわ。それで十分幸せになるんやったらもう十分それでええわ。何がしたい何が足りないお前たちは足りないはずやで。 足りないから大学に行って何か力をつけようとしたんやろ今の自分じゃダメやから大学に行こうとしたんやろ医療の酷使があって合格したって。だったら、もうそれで、もう自分の夢は叶ったんか。新米ナースなんで、もう十分力があるんやろか。そやないと思うで、俺は。新人が社会出てすぐ通用するんやったら、そんな現場困らへんお前たちも見たやろ。何より実習いいって感じたやろ。自分の無力さと。 現場のの人たち凄さとか何していいか分からへんって言うんやったら、そら現場行って話聞いたらええや。何しといたらいいですかねどんなことしましょうかねでもええし、現場で働いてる人たちの本とか読んだって、ええ、漫画とか読んだって、ええ、これでああ、こんな力がいいんやなとかさ、こんな部分を覚えていこうかなとか、それでもいいんよ。お前たちが今何を頑張ってるか、合格した後、何でもやってえよって言うたとき、 何を頑張るかで、そいつの人生の面白さがわかる。もちろんな。その、本番までずっとやれって言うわけではないわ。もう多分逆に言うと、特に社会人になって働くようんやったら最後の1ヶ月なんかも、う最後の休みやからな。旅行行くんはありやと思うで、ね。とか、それぐらい時間が、あのー、ないとできひんことをやるんもありやと思う。でもそれだけでええんかって俺は言うてんねん。そう、旅行行って遊んで、そういうのするなよって言うんやなくて、それだけでええんかって言うてんねん。 大学行っても、大学の授業で言われたことだけやっとって卒業するんだけでええんやったらそれでええけど、思んなと思って。だそういうやつやったら別に応えません。する必要ない別に。面白そうじゃないもん。だって、そうやないわかるその、今までは試験があって、これないと大学行かれへんよって言われたから、いやいや今まで勉強してた。いやいや勉強して、その勉強が終わったから、何でもしていいよって言われたけど、将来、そいつは将来のために何をする気にもならへんのやろ 本人がやる気ないんやから。本人が頑張りたい。もっとこれが足りないからこれやらなきゃって思わないんやったら、なんで他人がさ、それを一生懸命応援するんや。そうやろう。だから頑張らへん奴らは、もう、あとはもう楽しんでくれって話、話だ。で、頑張る奴らは、きっとね、頑張ることが楽しいんよ俺もウェブマそうやった。今も、その、アニメが一個上がったな。歯磨きのアニメが。で、そいつってやっぱ一生懸命やっとる。自分のこの経験を、下の人たちに使ってあげたいって。で、面白ーって言って。 大変やで。<laughs> せっかく。もう人生で最後の長期休みやねあと1ヶ月ぐらい。てか、実質そいつは3月の、あの、頭ぐらいからいろいろ、その、もう前もって勤務になるのかな。なんかよくわからないけど、3月過ぎたらもう働く感じやねせやけど、その大事な最後の休みで、俺のアニメを学びに来た。そんなんでもええねその、自分がさ、持ってる休みを使いたくなるような、その、そういう頑張りたいものがあるって素敵やなと思って。 そう思うね、俺は。そういう奴らを応援したいなと思う。しままあ、みんなもそうやろ。本人がやるきないって言う,言うてるのにさ、なんで周りが本気になって応援すんねん。普通、そうやないや。本人がめちゃくちゃやり、やりたくて頑張ってて、あ、だったら、あ、こいつええやつやな、だったら応援しようかって、それが普通やろ。それに、まあ、やりたくてやってて応援しない場合ももちろんあるよ。それはその、そいつ自身が一人で叶えなあかんような夢の場合は応援したらあかんな。周りが応援することで楽に叶えてしまうから、あ、この程度の頑張りで叶ってしまうんやって嘘を覚えることになる。自分で叶えなあかん夢の場合は、俺はあんまり手伝わへん。 でも、うん、聞いたりアドバイスとかはできるけどな。もちろん、それはそれでも。うん、に、にしてもやな。基本的にあんまり応援はせえへんな。そういう場合は。で、まあ、いろいろあるけど。そんなんいっぱい、これから何頑張るとか、どうしたいとか、どうなっていきたいとか、今までこんな頑張ったとか、いろんな思いがある。で、メールくれるのも嬉しい。オーナーにもくれ。オーナーも、オーナーが俺を応援して、俺がみんなを応援する。だから、オーナーがみんなのこのウェブ玉を支えてくれてるから、みんなを支えられんね。だから、一口オーナーになって、 あのー、俺を支えてくれてる人たちに向けてもね、感謝メールとか送ってくれると嬉しいわ、と思う。報告とか。それから宣言とか。んでも、もちなみに今回は、えー、お正月の時にも言いよったまあこれ毎年恒例になってんねやけど、お正月の時って受験前やんか。だから受験に、俺の年賀状書く日もあったら勉強せえって、だから1年ぐらいは年賀状我慢やって言うて、んで、まあ本番迎えんねやけど、俺らの正月って、そういうのが全部うまいことやって、新しいスタート、 切る4月1日やと。今年のお正月は4月1日やで言うて。まあ毎年なんやけど、まあ3月ぐらいに募集かけて、玉先生から年賀状欲しいやつ言うて。で、年賀状欲しいやつがおったら、俺にメールすんねん。その、年賀状の送り先の住所とか氏名はもちろんのことを、今までどう頑張ったとか、そう、これからこうなりたいとか、うーん、まあ何でもそういうの、何でもや。そういうのを書いて、えー、メールすると、それ読んで、なるほどなと言うて書いて返すから。お前たちに。 やからもし俺の年賀状が欲しいわいっていうやつがおったらそのまあ俺にメールくれそしたらそれ見て4月1日前後やなそれくらいの時に送る4月1日やからってエイプリルフールちゃうでその別にその嘘,嘘とかなんでもない普通に送るよお前たちの文章を読んでもしそういうのがあれば希望者だけや昔はなその年賀状のあまりや,やろう言うて初めて企画やったけど なんかまあ、その、元気出るらしいのでね、一応今、応募者全員なんで、とりあえずメールくれたやつらには全員、年賀状を送るよ。まあ、新しい場所になるやつもおるやろうけど、新しい場所になるから、なんか、わーって、4月になって、なんか、実家に怒られたって、もう一人暮らし始まってんねんみたいな、そんなんなるかもしれんけど、その時はな、実家に帰ってゆっくり読むなりなんなりしてみてくれ。お前たちはどんな報告をしてくれるんか、宣言してくれるんか、とかも、もしか実際今こんなんしてるよとか、 こんなこと頑張ってるよとか、もうこんなんできましたとか、これからこうなりますとか、こんな風なことやりたいですとか、いっぱい書いててほしい。おもろそうやなって。そうやって、人って人生生きていくんやなって感じがする。俺は、どんどん時間が過ぎる。べぶた玉やって9年。今は10年目や。どんどん時が過ぎる。過去には戻られへん。 そういう中で、たくさんの失敗はしたし、その、やっぱな、その時には分からへん、その時にはわからへんってこともいっぱいあんねん。俺もそう。高校の時には分からへんかった。ことが大人になって見えてきた。とかな。大学の時には分からへんかった。でもそれが、やっぱり今は見える。とか。大人になったら分からへん。なんか最初の頃は分からへんかったけど、今はなんか見えてきたで。とか。やっぱそんなんあんねん。今もそう。 まあ、ウェブ玉はな、今ちょっと、あのー、一旦お休みしてて、予備校もな、ストップしてて、で、玉亀もな、あのー、引き継ぐやないけど、まあ、やっぱりだんだんと、その、なんていうか、こう、次を育てつつある段階。まあ、なんでもそうやな。いろいろ次を育てよう言うってやっとるとこやけど、だからその時やないとな、んーまあ、あれやけど、やっぱ、今こうして、その、 会社をやっててくくとと経営者の目線が見えてくるとかやっぱ、なってみると分かってくんね先生になったらさ、生徒の時には見えへんかったもが見えるとかさ。だからやっぱみんなもさ、大学生やから見えてへん部分とかってあんのかもしれへん。社会出てないからまだ見えてへん部分あんのかもしれへん。やから、今失敗すること、今人に迷惑かけること、今なんかしてしまうことってやっぱある。そういうのはどうしても出てくるもんや。ただな、それでも、 あの時だから大学やったけど、あの時分かってたら、とかな、思うことがあるから、それを伝えたなんで。<laughs> 同じ失敗しようしないな、とかさ。俺の失敗が生きたら、例えば俺の失敗を、その、みんなが知って、みんなが聞いてきて、もうみんなてか誰か一人でもええねん。で、そいつが、ああ、そう聞いたおかげで、うまいこと言った、とか頑張れた、とかしっかりやれた、ってなったらさ、俺の過去の、その、ただただ失敗でマイナスしかなかったものが、少しだけプラスになるやん。てか、なんならプラスの方が出かかったらさ、あの時失敗しててよかったな、になるやん。 人間のな、人生って、今の価値はな、未来で変わるんねん。例えば今回失敗した、受験失敗したーって。でもこの価値は未来で変わるんやん。未来で、ってか未来で決まる。なんなら、今受験で失敗した。だから、今はすごい、もう、ダメだったって思うかもしれん。価値がないって思うかもしれん。でも未来では、ああ、それでよかったと思うかもしれん。俺だってそうよ。俺はもともとソフトボールの選手を目指してて、ダメダメだった。 高校3年生の時、結果出されへんと、大学の推薦者をなって、で、県代表から外されて、で、俺は自分の実力とか可能性を知って、いろんなもんに諦めてね、人生が真っ白になった。でも、そのおかげで、勉強するしかないって、自分に何もないから勉強するしかないって勉強して、でも、時間がなかったから、工夫して乗り越えなあかんかった。でも、その工夫が、今、ウェブ玉として、意味がある。価値がある。みんなも良かったと思うやろ でも失敗した時はその進路を失った時は真っ白結局やったよやで今の自分の価値は未来で変わる未来で決まるお前たちがどんな大学に行こうとお前たちがこれからどんな仕事をしようとやった受かったってまるまる大学生だってああこれから何とかの仕事だってどうでもええ道具やそれで未来をどういうふうにしていくかどういう未来になったか それが全てそれが全てやでその時価値が決まるんややから今何をするか何をするかでもない何をしたいかやだってやりたくてその仕事目指したんやろやりたくて今の大学行ったんやろやったらワクワクするやろふわーって何をしようってやから今までどんな風に頑張ったんか,かそのどんな何をしてどんな頑張ってどんな風になってどんなき うんどんんな生き方していくんかそんな話してくれるの楽しみにしてね。ってなわけで、まあ、年賀状企画の、えー、募集の話でした。まあ、お前たちの頑張りは、人生は、今の頑張りは未来でわかる。未来の時に笑っててほしい。ってなわけで、第295回、玉ラジオでした。聞いてくれてありがとうな。ほな、えー、みんなの応募待ってね。